奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。うん、あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。まあ、これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。